ジョン・リュウ・フーはアメリカの軍人、法律家。中国名はフー・リヒト氏。アメリカ陸軍における最初の中国系アメリカ人将官で陸軍法務総監などを務めた。1934年、北平にて生を受ける。父・フィリップ・フーこと、フケー派は漫人系貴族である、フサツ氏の末裔で在中国米国大使にして、 遠京大学学長であるジョン・レイトン・スチュアートの下で長年働いていた。1950年、一家はアメリカへ移住する。渡米後、フーはジョージタウン大学のエドムンド・エイウォルシュ、海外勤務学校に通い、国際関係論に関する理学志望を受けて卒業している。1957年にアメリカ合衆国の市民権を取得した後、ジョージ・ワシントン大学法学部で学び、 ホーム博士を受けて卒業。1960年11月21日、コロンビア特別区放送会の会員となる。さらに、ハーバード大学、ケネディスクール、陸軍式幕僚大学、陸軍大学校を卒業している。1961年、アメリカ陸軍法務隊に入隊。1969年から1972年にかけて、フーはサンフランシスコ。 ベトナム、欧州、台湾などに勤務した。1973年から1976年まで弾道ミサイル防衛局の法務顧問を務める。1976年から1978年、フランクフルトに所在する第三機構師団に法務爆僚として勤務。1979年から1982年、兵力。 予備役に関する国防長官補助の法務顧問。1982年から1984年、陸軍訴訟手続総監を務める。1984年、ーは順庄に昇進し、法務総監付民法補佐に就任。この職にある間、彼は陸軍法務隊の中で、環境法部及び調達差勝部の創設に関わっている。 1991年7月26日から1993年9月30日まで法務総監を務める。法務総監として、夫は発展途上国のための人権教育プログラムの確立や戦争犯罪報告書の公開などの功績を残した。湾岸戦争中は陸軍参謀総長の法務顧問たる役割を果たした。また、法務隊の研究教育組織として、 砂漠の嵐評価チームの設置を行っている。1993年、少将として退役する。退役の際、陸軍参謀総長より、陸軍主君賞が授与されている。退役後、リッチモンドに拠点を置く、法律事務所、マクガヤ・ウッズ・バトル・アンド・ブースのワシントン・ DC 支部に雇用される。1995年には、マクドネルダ・ダグラス社の中国支社長に就任。 同社が、ボーイング社に合併した後には、ボーイングチャイナ社の取締役副社長に就任。1997年、中国の園論インターナショナルに議長として招かれ、中国政府との交渉及び連絡を担当した。2001年、園論を退職。以後は、米中関係の改善に向けた活動を積極的に行い、中国系アメリカ人団体の百人委員会では副議長。 および議長を務めた。100人会の目的は、米中関係の強化と、アメリカ社会における中国系アメリカ人の支援である。大西洋評議会の執行委員会にもなお置いていた、他、全国日系アメリカ人記念財団、アジア系協会ワシントンセンター諮問委員会などのアジア系アメリカ人団体にも所属した。2010年5月11日、 心臓発作により75歳で死去。フーは、ジューンちゃんこと、ソウイクチンと結婚した。彼女は、コニーちゃんの姉にあたる。フーとちゃんの間には、ジャスティーナとジャレットの二人の子供があった。フーの死後、家族はバージニアに暮らしている。2004年、中国系アメリカ人組織から、彼の功績と中国系アメリカ人社会への貢献を、たたえて、パイオニア賞が授与された。 2008年ホワイトハウスで開かれた式典の中でアメリカが衆国市民権移民業務局により優れたアメリカ人に選ばれた。また同年全米アジア太平洋アメリカ放送会協会から先駆者賞を贈られている。ジョン・フーはアメリカ陸軍の将校として次のような勲章、希少類を受賞している。ありがとうございます。